ニューオーリンズユニオンパッセンジャーターミナルは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、ニューオーリンズロヨラアベニューセニ位置にある駅、全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。ニューオーリンズユニオンパッセンジャーターミナルは、市内に分散していた5つの駅から旅客駅を統合し、中心市街地全体で危険な踏切の数を減らすために222万5000ドルの費用をかけ、 1954年1月8日に7社44本の旅客列車が発着する駅としてオープンした。当時、約5000平方メートルの広さを持つ駅で空調設備があったのは全米で当駅だけであった。駅は市の所有だったが乗り入れる7社の鉄道会社が費用を負担し建設された。当駅は旧ユニオン駅の隣に建てられ、旧ユニオン駅や 他の駅は1954年に取り壊され、現在の駅に代替された。1960年代後半、当駅の7番線から12番線は、グレーハウンドのターミナルとして使用するために、線路上を半分に短くされた。それ以降、アムトラックとグレーハウンドは駅を共同使用している。それは、一貫輸送施設機能の助けとなった。アムトラックの発着する列車は、 下記の通り、ニューオーリンズ地域交通局の発着する路線は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。